台風14号について最新の情報をお伝えします。台風14号は9月18日9時現在、南大東島の南南東350キロの海上にあって、1時間に20キロで北西に進んでいるものとみられます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルとなっています。台風は このあと特に発達することはありませんが速度を速めて、えー、最新の予報ではやや特に速度が早まっている予報となっていて今夜21時ごろ 沖縄本島付近に最も接近して通過をする予想です。その段階での勢力は996ヘクトパスカル、最大風速20メートルと予想されていますが、西北西に45キロで進むと予想されていて、このように進み方が早い台風の場合には、進行方向の右側で特に風が強くなりやすいという特徴があります。で、風の予報を見てみますと、 この台風の特徴というのは、台風の進行方向の右側、まあ、別の言い方をすれば、 台風の北側で風が強いということが特徴なんですけれども、これが12時の時点での風の予報です。ここに台風の位置との関係を重ねていますと、台風の北側、少し中心から離れたところで強い東寄りの風が予想されています。この後の風の予想をシミュレーションを進めていきますと、この強風のエリアというのは、北の方に拡大をしながら、 今日の夕方18時、そして21時ごろになりますと、 沖縄本島というよりもむしろ奄美大島や種子島、屋久島地方、こういったところで強い、特に強い東寄りの風が予想されています。場合によっては瞬間的には30メートルを超えるような暴風が吹く恐れがあります。台風から離れたところでも強風、そして長く続く強風によって海上では波が高くなりますので、高波にも注意が必要になります。この台風は 明日19日になりますと、東中に抜けた後、その後中国大陸に進んで熱帯低気圧に変わるものと予想されていますけれども、 沖縄本島地方から奄美地方、谷ヶ島・屋久島地方では強風や場合によっては暴風そして高波に厳重な警戒が必要ですしこの台風の進行方向の左側にあたる先島諸島などでは風はそれほど強くなくても強い雷雨の可能性がありますので急な強い雨には注意が必要になります。現在在も強いい雨雲が点在していますののので南側台風の進行方向の 左側に入っているところでも、強いにわか雨や雷雨に注意が必要です。最新の台風情報はウェザーニュースのアプリからご確認いただけます。